代謝、代謝、代謝、メタボリズムとは、生命の維持のために有機体が行う、外界から取り入れた、無機物や、有機化合物を素材として行う一連の合成や、化学反応のことであり、新陳代謝の略称である。これらの経路によって、有機体は、その成長と生殖を可能にし、その体系を維持している。代謝は大きく以下と同化の二つに区分される。 以下は物質を分解することによってエネルギーを得る過程であり、例えば細胞呼吸がある。同化はエネルギーを使って物質を合成する過程であり、例えばタンパク質、核酸、多糖、脂質の合成がある。代謝の化学反応は代謝経路によって体系づけられ、一つの化学物質は他の化学物質から酵素によって変換される。酵素は触媒として、 熱力学的に不利な反応を有利に進めるため、極めて重要な存在でる。また、酵素は、細胞の環境もしくは他の細胞からの信号、シグナル伝達の変化に反応することにより、代謝経路の調節も行う。有機体の代謝はその物質の栄養価の高さが、どれだけか、また、毒性の高さがどれだけかを決定する。例えば、いくつかの幻覚生物は、 硫化水素を使って栄養を得ているが、この機体は動物にとっては毒であることが知られている。また、代謝速度はその有機体がどれだけの食物を必要としているかに影響を与える。代謝の目的は以下の四つが挙げられる。代謝という用語は主に物質代謝を指して使用される場合が多いが、物質代謝そのものはエネルギーの代謝によって起きている。またエネルギー代謝も 物質の抗体によって起きているので、相互に協約していると考える。従って、物質代謝及びエネルギー代謝を包括して指す言葉として、本記事の代謝の正確な定義になる。物質及びエネルギー代謝などの簡単な定義を及び、位置づけは以下の通りである。なお、代謝反応のほとんどすべては、各々の反応を担当する酵素あるいは、タンパク質による。 代謝マップにてその気質及び生産物のみが描かれているが、その反応自体は酵素が担当している。代謝系において特定の物質内しエネルギーの偏りができないように、気質、酵素化学、発現レベルにおける調節が見られ、その調節機構は非常に多様で厳密である。物質代謝とは細胞内における物質の変換を意味する。別名、 物質抗体など、蒸気にもあるように、エネルギー代謝との関連により、両者を分けて考えるのは困難だが、物質の変換に注目してみた場合の、代謝が物質代謝である。物質代謝は以下及び同化に分けられる。以下と同化反応は関連している。例えば以下反応である、回答系の逆行は、等身性経路、等の合成であり、酸化的クエン酸回路、 以下の逆光である、還元的クエン酸回路では、炭酸固定、同化が行わる。また、カルビン、ベンソン回路、同化は、回灯系の一種である、ペントースリン酸経路、以下が、還元的に働いたものである。しかしながら、この両者は反応の方向性と ATP あるいは、還元型ピリジンヌクレオチドが生成されるか否かに、注目すると容易に区別がつく。 ATP 及び還元型ピリジンヌクレオドの生成を行うのが以下、以下により生成したエネルギーを用いて生体鉱分子の合成を行うのがどうか。以下、以下作用とは外部から取り入れた鉱分子量の有機物あるいは無機物を水やアンモニアなどの単純な低分子まで分解し、その過程でエネルギーを得て ATP を合成する代謝である。減生する生物は 地球上に存在するほとんどの有機化合物を代謝できると言われているが、イカ代謝系がおののに存在しているわけではなく、代表的な ATP 生成機構に最終的には集約されていく。それらの機構とは発光、呼吸、光合成の三つである。光合成は、カルビン、ベンソン回路が含まれる場合は同化反応となりうるが、高化学反応においては、 ナットフ及び ATP が生産されるために、異化反応に分類される。また ATP 合成を主たる目的とした、循環的抗リン酸化はより異化反応的側面が強い。発酵は、基質レベルのリン酸化による ATP 生成を行うが、電子伝達系を通らず、エネルギー効率としては極めて低い。しかしながら、気候の単純さや酸素がいらないなどの理由から、 多くの微生物にて組みられる。なお、無酸素運動における筋肉でも解糖系が、乳酸発酵へと転じている、筋肉痛。電子共与体及び電子需要体は共に、有機物であり、電子共与体となる、還元物質には、通常、糖が使用される。しかしながら微生物はある、種の有機酸、酢酸、乳酸など、アミノ酸。 ヌクレオチドなどを基質に発酵する能力を有する。基質レベルのリン酸化による ATP 生成の式は以下の通りである。しかしながら、生じた還元型ピリジンヌクレオチドは生物にとっては、有害なピルビン酸のイカ反応に使用されるイカ乳酸発酵の例。微生物の行う発酵の電子受容体、産物としては、乳酸、エタノールをはじめブタノール、酪酸、 イソプロパノール、酢酸、プロピオン酸、ギ酸、アセトンなどがある。詳しくは、発酵参照。呼吸は、基質レベルのリン酸化過程、解凍系、クエン酸回路及び電子伝達系を通り、ATP の生成を行う。蒸気の代謝系は、電子供与体として、有機物を用いる多くの従属栄養生物に見られる ATP 合成であるが、 最終電子受容体に使用できるのはほとんどが数種の無機物である。また、無機物を電子供与体とする化学合成独立栄養生物の行う呼吸も含まれる。そのような無機物には水素、一酸化炭素、アンモニア、アショウ酸塩、一化鉄、硫化水素などがある。最終電子受容体として酸素を用いる呼吸を 後期呼吸それ以外の無機物を用いるものを、嫌気呼吸という。化学合成独立栄養の場合は、多くは酸素を最終電子需要体として用いるが、嫌気呼吸の電子伝達系を合わせ持つものも存在する。なお、嫌気呼吸の電子需要体には、硝酸塩、硫酸塩、亜硝酸塩、二化鉄等の無機物や、トリメチルアミンオキサイドやジメチルスルホキシドといった。 有機物を用いるものもある。気質レベルのリン酸化は、解糖系及びクエン酸回路で発生する。またその時生じた還元型ピリジンヌクレオチドは、電子伝達系を通って ATP 生成に使用される。気質レベルのリン酸化ではわずかグルコース1分子あたり、4分子の ATP しか生成し得ないが、電子伝達系においては平均して34分子の ATP が生産可能である。ただし計算によっては34分子以上生産されているかもしれない。最終産物は酸素を用いた場合は水、硝酸塩は窒素など、あるいは一酸化窒素、一酸化二窒素など、硫酸塩の場合は硫化水素などである。詳しくは、呼吸、解凍系、クエン酸回路、電子伝達系、嫌気呼吸を参照。 光化学反応は、光エネルギーによる電子の冷気及びそれに伴う、電子伝達によって、ATP 生成が行われる。光合成反応は植物及び一部の細菌、光合成細菌シアノバクテリア、酵食用細菌などのみが有している。電子共有体には、酸素発生型光合成の場合方が使用される。また酸素非発生型光合成の場合は、硫化水素、 水素をはじめいくつかの有機化合物、プロパノールドを電子供与体として利用する。酸素発生型光合成の場合、水に分子あたり4分子の ATP および2分子のナットフが生産される。うち3分子の ATP および2分子のナットフを用いて炭酸同化を行う。また原子がピリジンヌクレオチド、あるいはフェレドキシンに伝達された後に、 再び電子伝達系に戻る光化学反応を循環的光臨酸化というがこちらは電子が光合成電子伝達系を回転するため光で液を受ける限り ATP 生成が行われる名条件かつ有機物の少ない環境ではこのような異化反応が見られる循環的光臨酸化の収支は以下の通りであるなお光合成反応は 後期的な反応と思われがちだが、必ずしもそうではない。酸素を発生するために、後期条件のように見えるが、酸素非発生型光合成を行う光、合成細菌のほとんどが極度の嫌気性ある。シアノバクテリアは除く。酸素発生型光合成の起源は光、合成細菌の光化学系を起源とするので、高化学反応は、名条件かつ嫌気的な代謝系である。 詳しくは、光合成、効果学反応を参照。同化、同化作用とは、外部から取り込んだ物質を生合成することを指す。ATP や、還元型ピリジンのクレオチドなどの異化反応によって、得られたエネルギーを用い、酵素反応を利用し、単純な線具体を経て、核酸、タンパク質、多糖、脂質など複雑な生態高分子さらには、増殖を行う過程である。 同化反応は以下のように代謝系に注目するよりも低分子無機物の取り込み、無機物から低分子有機物の構築、並びに生体高分子の構築という順に生体分子の構築過程に注目すると理解しやすい。なお、無機体の炭素、窒素、硫黄の取り込みを可能にするのは独立栄養生物のみであり、従属栄養生物は生体高分子、 有機物のイカから生合成経営へ流れていく。したがって、この点でもイカと同化は関連していることがわかる。無機体の炭素は主に二酸化炭素として固定される。炭酸固定経路は、光合成のカルビン、ベンソン回路や、還元的クエン酸回路、メタン生成経路などによる。カルビン回路は高化学反応によって生じた ATP 及びナットフ。 還元的クエン酸回路は、ピルビン酸、フェレドキシン酸化還元酵素による通常のクエン酸回路の逆行。メタン生成経路は ATP 合成と炭酸固定が同時に行われる。炭酸固定によって生じた生産物は通常は、糖としてあるいは以下の中間代謝物として、工事の生合成に組み込まれる。詳しくは、当該記事へ。推薦以外にも、 豊富に存在する窒素源としては、大気中の窒素ガスが挙げられる。窒素ガスは、窒素固定という代謝系のみでアンモニアまで還元される。窒素固定は、根粒菌などでは、呼吸による、シアノバクテリアでは高化学系愛の循環的降臨酸化による ATP 生成にて、窒素固定が行われる。窒素固定反応は、以下の通りである。硝酸塩は、 有機物窒素と比べて酸化的であり、同化的硝酸還元という過程にてアンモニアまで還元される。最終産物のアンモニアは、下記の経営によりアミノ酸に取り込まれる。また、アンモニアに含まれる窒素の酸化レベルは、有機物窒素と同一であり、還元型ピリジンのクレオチドなどは必要としない。アンモニア同化反応は、以下の3つがある。イオ 同化的硫酸還元によって、タンパク質にチオールあるいはする保元として取り込まれる。硫酸塩は、タンパク質中の硫黄と比べて還元的であり、アデノシンと結合することにより活性型の、硫黄ホスホアデノシンホスホ硫酸パップスの状態で、タンパク質と硫黄が結合する。S は、その後、システイン、ホモシステインを経て、メチオニンに取り込まれる。ただし、硫黄代謝は、 さらに多様であると考えられており、イカ型硫酸還元や、硫黄酸化などでは、さらに複雑な中間体が生じている、可能性が示唆されている。蒸気の反応により、細胞内取り込まれた炭素、窒素、硫黄は、豊富に存在している水と化合し、生体構分子の単量体であるヌクレオチド、アミノ酸、糖などの有機物を生合成する。これらの生体構分子のモノマーには、 戦具体として、中央代謝系、解糖系、クエン酸回路の中間代謝物が用いられることが多い。核酸のモノマーであるヌクレオチドは、プリン、ピリミジン塩基にご担当であるリボースあるいは、デオキシリボースの語彙にリン酸が結合している構造をとっている。プリン、アデニン、グアニンピリミジン、ウラシル、シトシンヌクレオチドはそれぞれ異なる経路にて合成される。まず、 ピリミジンヌクレオチドの合成系は以下の通りである。リボースゴリン酸はペントースリン酸経路より生じている。またアスパラギン酸は口述するアミノ酸合成系より生じている。カルバモイルリン酸はアミノ酸とリン酸を基質としてカルバモイルリン合成酵素により合成される。プリン合成系については以下の通りである。の過程で合成されたリボクレオチドは リボース部位が還元を受けることによって、デオキシリボースとなり、デオキシリボヌクレオチドが合成される。また、DNA において、アデニンと相補的塩基体を構成するチミンは、ピリメジン塩基でありながらは、ウラシル、シトシンとは異なる経路にて合成される。チミン合成系には、葉酸及びコバミド、ビタミン B12 の歩行素系を要求することが、わかっている。また、上記の新生経路、 テノーボ経路のみならず、使用済みの拡散を再利用するサルベージ経路も存在する。タンパク質を構成する20種のアミノ酸については核、アミノ酸の炭素骨格から生構成経路が決定される。アミノ酸は炭素骨格によって以下の属に分類することが可能である。なお、それぞれの属の線部体及び由来する代謝系は以下の通りである。 なお、蒸気の例は、中央代謝系を基準にしたものであり、中央代謝系以外に回路を所持している。例えば植物などでは、方向族は、キミ酸経路、セリン族は、カルビン、ベンソン回路由来のグリセリンリン酸より生合成を行う。なお、ヒスチジンのみが、蒸気の族に属さず、ペントースリン酸経路由来のリボースゴリン酸より合成される。 すべての線具体は中央代謝系に由来するものであり、理論上、糖さえ摂取すれば、すべてのアミノ酸を合成できるはずだが、マウス、人においては必須アミノ酸といわれる一群のアミノ酸をヘクチ取りする必要がある。それらは、方向族、アスパラギン酸お及びピルビン酸族のアミノ酸である。糖については、解凍系の逆光である糖新生系にて合成される。 また、ペントースリン酸経路においては、多種多様な糖が合成される。また、還元的ペントースリン酸経路と呼称される、カルビン、ベンソン回路においても同様である。脂肪酸は、アセチル COA を基質として、脂肪酸合成経路に手合成される。アセチル COA は、解凍系に由来するものであるが必要な、還元力には、ナットフが使用される。 ナットフはペントオスリン酸経路より供給され、口述するが、イカ経路と同化経路の密接な関わりをここにも見ることができる。蒸気の過程にて合成された核酸、タンパク質、多糖の核モノマーは、ポリマーとなって、生体高分子となる。核単量体の名称及び結合の名称は、以下の通りである。ただし、核モノマーが重合するよりもポリマーが、 加水分解を受ける方が自由エネルギー的に低く、従って核モノマーは活性化されなければならない。核モノマーの活性化された形状とは以下の通りである。核酸にはゲノム DNA、プラスミド、ミトコンドリア DNA、葉緑体 DNA あるいはナ、トレナ、mRNA といったいくつかの種類が存在している。 遺伝情報を保存した DNA が合成される際は複製という過程にて生合成が行われる。また遺伝情報を発現する際に用いられる RNA はすべてが転写によって生合成される。転写された各 RNA の共同的な働きにより遺伝情報は翻訳されタンパク質の生合成が行われる。各過程の詳細な説明は該当記事参照。 多糖の合成については、不明な部分が多いが、糖新生系あるいはカルビン、ベンソン回路にてデンプンが合成される。また最も原存量の多い有機物であるセルロースは、ドリコールというアルコー及びタンパク質が、多糖キャリアーとなって生合成が行われる。以下と同化による物質代謝は関連している。それらの関連については、 以下によって得られたエネルギーを同化に使用するという点の他に何らかの有機物が不足した際に代謝系の連結によ、不足した物質をある程度補えるという点がある。生物を構成する物質を大まかに分類すると、糖、核酸など、アミノ酸、タンパク質、脂肪酸、生体膜となる。いずれの物質も生物にとって必要を隠からざるものであり、一部の例外。 規制を行う生物などを除いてはこれらの物質に関する代謝系以下同化のいずれもを有している。それぞれの物質に対応する代謝系は以下の通りである。これらのうち回答系はほとんどの生物が持っている基本的なエネルギー獲得経路であり、クエン酸回路も真核生物ではミトコンドリア、原生生物では膜系で行われる。 脂肪酸性合成系の出発物質及び、ベータ酸化の最終産物は、解凍系の最終産物であるアセチル COA で、ある。また、核アミノ酸の分解における、中間代謝物質は、以下の通りである。なお、上述したアミノ酸性合成経路と、若干異なる点については、代謝の調節に関わっている、口述。 中央代謝系を中心としたそれぞれの物質の異化と同化が行われる点について、例えば糖が不足した際には、アミノ酸および脂肪酸を摂取していれば生合成が可能である。脂肪酸の場合も同様で糖、アミノ酸から生合成できる。唯一アミノ酸は窒素および生体成分における硫黄の供給源となるので、ある程度摂取しなければならないが無期待の窒素および硫黄を 利用のような代謝系が存在することは上述の通りである。エネルギー代謝とは物質代謝に対して生命現象をエネルギーという観点から見たより熱力学的要素の強い代謝の視点である。具体的にはエネルギー獲得系は光、食物、ある種の細菌では向きなどをもとにミトコンドリア内膜や葉緑体などの生体膜で H 輸送反応を介して 生体のエネルギー通過である ATP を合成する反応 ATP 合成系であるエネルギー利用系は筋肉を動かすミオシン等の収縮性タンパク質やイオン輸送を行う ATP アーゼは ATP を下水分解する分子合成はコーソリガーゼが ATP を消費して行うまたこの ATP の化学エネルギーを遡ると以下によって生じることから 独立栄養生物による有機物生産が大元であり、それらの生産は太陽光の還元力、特殊な環境においては地球科学的機能水素、硫化水素と置き換えても良いが出発点であることがわかる。太陽光のあるいは地球に残存した還元力は生態的な代謝のエネルギーのみならず、石油や天然ガスといった人間活動に使用しているエネルギーをも、 供給している。生命の向上性に際しては以下と同化療法の代謝系の調和が成立しなければならない。代謝系のほとんどすべての反応は酵素によるものであるが、従って個々の反応の調節がなされなければならない。べての酵素反応を調節するには非常に複雑で膨大なシステムの存在をイメージするが、生物はその過程をシンプルかつ、 最小のエネルギーで行えるよう優れたシステムを構築している。主たる酵素反応の調節には以下の4つが挙げられる。1、この酵素の局所化については、原核生物の場合は、形質膜構造は原則として一つであり、細胞内、細胞外のほか膜内といった区別しかなされない。従って、原核生物の代謝調節における1の依存度は、 深核生物ほどではない。一方、深核生物は、ミトコンドリア、小胞体、リソソームといった多くの形質膜構造からなる、オルガネラを有してお、個々の機関において、特有の代謝系を有している。例えば、ミトコンドリアは、クエン酸回路及び電子伝達系のほか、ベータ酸化系を有している。2、このイカと同化を別経路に分ける点については上述の、 以下と代謝のつながりにも筆記している。例えば解答系と等身成形は多くの酵素に関しては同一であるが一部不可逆反応を交えることにより結果として別経路となっている。またそのような不可逆反応を行う酵素は酵素活性そのものの調節を受けるアロステリック酵素である場合が多い口述。 3の熱力学的な反応の調節については、気質の濃度差の変化に伴うケースが多い。例えば ABC という反応が存在し、細胞のフェーズとして C が必要であるとすると、A あるいは B を何らかの形で外部から摂取し、細胞内の A あるいは B の濃度を高めることで C の生合成を助ける。その結果、最終的に C が使用されなくなり、 C の濃度が細胞内で増加したとすると BC の反応は濃度差の解消により化学平行に達する B と C 間の反応が過逆であり B の濃度が減少すると今度は C から B へと反応が起きる4の酵素活性そのものの調節や酵素の発現量による調節は特に後者は原核生物にて非常によく研究が進んでいる酵素活性の調節は アロステリック効果をはじめとした最終産物阻外を中心に複雑なカスケード系あるいは酵素そのものの化学修飾一例としてプロテインキガーゼを参照などがある酵素の発現量による調節はジャコブとモノオのオペロン説を中心に遺伝子発現と生態性の共同的なモデルがある一例としてラクトースオペロンを参照ジ,ョージスの糖、アミノ酸 脂肪酸に関連した、イカどうかの量反応及びそれらに関するエネルギー代謝を中央代謝あるいは一次代謝という。対して、それらの中央代謝系から外れた生命維持における役割の不明な物質を生産する特定の生物に限定的な代謝のことを二次代謝という。二次代謝産物としては、イカのような物質が挙げられる。これらに挙げたのは一部であり。 生物界には、未分類の微量生態成分が非常に多数存在すると言われている。二次代謝産物の多くは顕著な生理活性を示すものが多く、毒物や薬物として分類されるものも多い。生物は薬、毒物などの生態外物質、ゼノバイオティックス、異物ともいうにさらされており、これらを分解あるいは排出するための代謝も行う。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。